ハです。ピンクラテ TV 始まるよ、イエーイ。 Now 花粉症ゆずはです。今日はゆずはのランドセル紹介です、イエーイ。それではどうぞ。さあ、自宅撮影久しぶりなのと一人撮影が久しぶりすぎて、どうやって撮ったらいいか分かんなくて本当にちょっと焦ってます、イエイ。で、ゆずはのランドセルはこちらです。じゃじゃん。ゆずはのランドセルは赤とピンクの間、そんな感じの名前のランドセルで、ここにリボンとなんかキラキラがついてて、ここにもリボンがついてて、とてもかわちい。次いきます。こっちがここのハート、こうやってしょったじゃん。した時にさ、ここにハートがあるとさ、とても美しいって感じです。やだ、グダグダすぎる。で、次はじゃん。こっちはこれミニーちゃんのランドセルで、ここに M とリボンとがキラキラとハートとヒューンみたいなやつがついてて、こっち側が隠れミッキーのミニーちゃんバージョンですね。次がじゃん。ここになんと隠れミッキーがいます。でね、なんかね、撮ったんだよね。あ、そうだ、ここにほらキラキラ、ここにもキラキラがついてて、そうリボンとね、キラキラがいっぱいなんです。次、中紹介します。中がこんな感じで、ピンクと白でザ・ミニーちゃん感じなんですよ。で、ここに時間割表とか入れられるんですけど、毎年ね、どっか行っちゃうんですよね、あるあるですね。はい、次、ここはここにはまた隠れミニーちゃんがいて、ここにリボンがついてて、ハートとかキラキラがまた散らばってるみたいな感じですね。あ、そう、これが友達に去年くらいにもらってずっと貼ってるやつです。で、ここにはお守りとハンコ、鈴木のハンコが入ってます。で、ここには何も入ってないですね、基本的にね。あんまりね、違うの、昨日物が入りすぎて、手紙がめっちゃ入ってて、もう汚っと思って、てか学校で物引き出しに入れる時もちょっと恥ずかしいしと思って全部出したんですよ。全部ゴミになりました。そして中を紹介していきたいと思います。中はと、まず筆箱が入ってて、去年も出ました、アリアちゃんと撮った時も出た音体カードです。で、こっちに歴史のシールが貼ってあって、全部宿題揃ってたらもらえるんですよ、1日1個で。なんかここが空いてるんですよ、なんででしょう、よくわからないんですよね、ちょっと謎なんですよね。で、次が宿題の算数プリントで、これがなんか学校で授業の時にやった算数プリント、見て、全問正解だったの。さすがに全問正解してきてびっくりしちゃった。本当にね、なんか今ね、頭の度数で分けられてるんだけど、席が算数の時間だけ分けられてて、で、多分バカなんだと思うんだよ、バカだから前なの、本当に一番前で、自信ないなと思ってたんだけど、この体積なんと全問正解という、まあ、でもね、見てほしいの、今日の算数ノート、これでもね、結構頑張った方なんだけど、3問間違い、なんと全部計算ミス、イエーイじゃないんですけど、振り返りもちゃんと書いてて、で、キコブラザーズ、次が算数の教科書と国語のノートと連絡袋を持ってかなかったので、手紙が直で入ってます。そして連絡帳、かわいいでしょこれ。これは去年の担任の先生が名札を忘れた時にこれくれて、で、ここにずっと貼ってたんだけど、1日しか使わないじゃん、で、可愛かったから連絡帳につけちゃってずっとつけてます、イエイ。以上です。はい、まあ、ランドセルの
このね、仲も紹介していきたいと思います。6年付き添ったんですよ、このランドセルと。私はなんとランドセルの中で炭をこぼすという、まああるあるですよね。そんな感じの人がいまして、でこの中はハートと丸がついてて可愛いです。でなんと私はなんとですよ、なんとランドセルの中でお茶をこぼしたというね事件がありまして、まあこんな感じで教科書もシュワシュワでございます。でもこれはまだマシな方なんですよ、本当にマシな方じゃん。でもあ、しっかりしてきた音がね。あ、これが普通なのかな、わかんないけどね、めっちゃパリパリ言うの。ほらほらほら、これが普通なのかもわかんないもん、本当にマジで本当にね。お茶は3回ぐらいこぼしたかも。なんか水筒が壊れてて、多分私が悪いんじゃないと思う、水筒が悪いんだと思う。水筒が壊れてて、で水筒をランドセルに入れて学校着いた瞬間バチャーみたいな。そしたらノートも教科書もびちゃびちゃみたいな感じで、いや私が悪いんじゃないんだと思うんですよ多分。そうで、あの炭を初めにやって、でお茶がその後だったから、なんか炭が溶けたんかな、なんかねついてるんですよ。まあそんな感じでね、悲しい出来事もありながら、このランドセル君とちゃんと私は6年間ね下校したことですよ。私はあと残り13日この子と登校下校いろいろ運んでもらいたいと思いますよ。でもさ、みんなこんな汚いもんなんかな。なんかさ、周りのことが見るとさ、マジ綺麗なの、本当に綺麗すぎてびっくりしちゃうの、本当に。1年生からもそのまま持ち上がりましたみたいな。持ち上がったん？ん？でも本当に綺麗で、なんでこんなみんな綺麗なのかわかんないの、羨ましい逆に本当に。もうさ、絶対みんなこんなもん、だって6年間だよ、6年間、6歳まで登れるんだよ、0歳の子だったら。みんなどんなもんなのか、0から100のパーセントでコメントに書いてほしいです。まあこれどっちのか分かんないけど、なんかもうグダグダすぎるけど、今回はね、グダグダっていう動画なんですけど、もしこの動画がいいと思ったら高評価、チャンネル登録、通知オンよろしくお願いします。バイバーイ。ごめんね、グダグダで。バイバイ。